ダルビッシュ、ドジャース行ったのは大谷、君のキャラクターっぽくなくて驚いた。主人公ならエンゼルス残留だよな。闇落ちした前作主人公五郎君超えたからね。主人公を闇落ちさせたエンゼルスの罪は重い。弱小から名門って逆五郎だな。しかも自分の投手復帰が不透明だから山本呼ぶとかやりたい放題でくさ。勝ちに飢えて闇落ちしたんや。金なんかでは動かない野球少年。なら日本ハムにいたらよかったじゃん。上原が嫌味で言いそうなセリフ。闇落ちとか言ってるやつなんなん。エンゼルスのヌルヌル采配のおかげでここまでやれたのに、ドジャース行ったらただの DH 占領野郎だよ。トラウトの脳破壊に見せかけたドジャースを WBC に巻き込む計略。大谷は全てを手に入れたいやつだから驚かない。ワールドシリーズで燃えたらドジャカスに叩かれたもんな。味方だと思ったトラウトが気づいたらいなくなって、大谷ずっと一人で戦ってたんや。しそら出ていくわ。主人公がロッテにいるわけないだろ。エンゼルスが弱いとかじゃなく、モレノが金渋っただけやろ。藤波のシャンパンファイト見て壊れちゃったんだよ。目標を確実に実行するやつと思えばそれほど意外でもない。それじゃ大谷のイメージが嘘ってことじゃん。ご視聴ありがとうございました。